はい、皆さんこんにちは、こんばんは。本日デッドバイデイライトキラー側やっていきたいと思います。さて、日本版がね発売されたところで、自分はキラーをすべて早速購入してみました。で、前回はブタさんとマイケル、特にマイケルは試しでどんな風にこけるのかっていうのでやってみましたが、今回はフレディさんでいきたいと思います。で、フレディは普段は誰からもね見えてない状態なので、非常に探しやすいキラーなのかなと。レースもね、少し見えるとはいえ、ボンドはいたぞ。あれどこだ？これはもう切れるのかな？あ。あ、これで切れるのね。なるほどなるほど。あれ？どこ行った？おい？おっと。よいしょ。で、フレディは一回目に引っ込んじゃえば、姿が見えるんだよね。あれ？あ、いたいた。何をしてるかがわかるっていうキラーさんだったと思うんで、おいしょ。やられたわ。そういうキラーだったと思ったんだけど、見事に見失いました。あ、いた。なるほどね、こういう風に見えるか。これ強いな、本当に。おっと、うわ、マジかよ。ん？どこ行った？さあ、あそこにいるね。いたいた。隠れても意味ないからね、基本的に。さあ、一個ついてしまったぞ。でも正直、探し方が難しい。あ、いた。あっちにいる。でもあれは、追いかけた人じゃないな。いたいたいた。いや、でもこれ探しつれえわ、正直なところ。いや、マジか。くそ、もったいねえ。崩してる間にこれ治るからね。さあ、ライト持ってるこの人から倒したいですね、正直なところ。いや、今回はでもうまくいかないぞ。これでもかっていうほどうまくいかないぞ、こりゃ。さあ、なんとしてもこの人ぐらいは捕まえたい。こっち行ったかな？今完全に見失ったんだけど。あの人かな？いたいた。見てようよ、さすがにそこは。今のはダメでしょ。さあ、もう一人ね、怪我してる人が姿が見えてるので、あの人全然合流できてないんだね、他の人と。というわけで、そこを探しに行きましょうか。あ、溶けたな。でも向こうの方にいたな。でも遠かったですね、多分ね。これで探すことできるのかな。一度戻ってみますか。多分そうそう、誰かしら助けに。いたっぽいですね、今ね。いますね。どっかしらにはいるんだけど、見つかんないな。どっか離れちゃったかな、もう。ん？なんだ？あ、いたいた。
さあ、発見。OK。さあ、この人2投目ですね。正直、ライト持っている人なので、確実に釣っておきたいです。よいしょ。今、いましたね。近くにね。さあ、どっちに走ったかな？こっちかな？ん？いるはずなんだけどな。いるはずなんだけど、逃げたかな？絶対近くで助けを伺ってると思うんですよね。いたいた。オッケーオッケー、追っかけられるぞこれで。なんだけど今一人いたよね。一人いたとか助けられてるもんね。あれどこ行ったかな。おっと向こうにいるぞ。おっと迷ってますね。迷ってますね。私はどこ行ったかな。とりあえずそっちに一人いるのは見えてるんですよね。いや、うわーこれ夢なく通じ込んでたな。最高だったんだけど。さあ申し訳ない、ライト持ってるあなたをやっぱり一番狙います。散々ライト当てられちゃったしね。もうこれはね、捕まえに行くしかないでしょう。おいしょ、いただき。いや、ライトはね、やっぱね、殺人鬼にとってはね、ヘイトをすり集める道具ですよ。さあ、問題は届くか。地下がどっかにあったんだろうけど、地下入り方は分かんなかったので、なんとかあそこまで届けたいです。間に合え。OK、間に合った。さあ他に悪夢に入ってる人を探しましょう。あ、悪夢から誰も残ってないや。みんな治っちゃったということで探さないといけませんね。しかしフレディこれ使いこなせなかったら絶対強いですね。いた今。あれバンって言ってどこ行った。向こうから見えてるわけじゃないのにな。あ、回し始めましたね。さあとりあえずいたくるよね。姿がね見えるって意味では板どんどん破壊してても問題ないですからね。その点は楽かな。おっと、もう一人いるじゃないか。さあ夢の中入りましたねこの人も。 OK、 一発当てただけ。よし、さあこっちにどう逃げてるかな。さあこれをね、あの人はどう走るかなんですよね。よいしょ、ちゃんとやっぱ見ないとね。前横。はい、じゃあ釣り行きましょう。お、すぐ近くだ。とりあえず、でボコーンと爆発させたけど、あれは眠い状態からの回復のためかな。さあせめて2人は倒して終わりたいですね。さあ探そう探そう。こっちで爆発してたんだけどな。もしかしたらもう助けに行ってるかもしれないですね。あ、やっぱり来てたか。
さあどっちに来るでしょうと。ちゃんと逃げてればよかったものを。はい、追っかけましょう。そいって、はい、そっ。はい、じゃあ、釣り行きます。よいしょーと、運んで、運んでの。いっと。いや、アイテム拾ってなかったらね、逃げられたかもしれないのに。やっぱ、欲出しちゃいかんすよね。さあ、ついてない発電機壊しておきますか。お、あっちがついたってことは助けに来るでしょう。いや、これであとノーマン持ってたらね最高なんですけどね。来ないかな。そろそろ走ってくると思うんですけどね。どうなんだろう。あ、いたいた。そういえば逃げてたな今。あれどこ行った、どこ行った。ごめんよ、助けに来た人を見つけちゃったんだ。というわけで別にキャンプはしてないですからね今回。 OK。 さあ悪夢に入った人が見えます。さあ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 倒したるで。いやこれすやっぱ強いっすねフレディは。さあ板もねだいぶ破壊したので、おっとだいぶやり逃げづらくなってんじゃないかなと思うんですよね。フレディだともうあれだな、血の追跡者とかもいらないな。はいっと。さあ問題はもう一人を倒すかどうかですね。あーでも倒れたキラーはやっぱり見えないんだ。キラーじゃないや、サバイバーだ。そう考えるとちょっとやりづらいはやりづらいですね。あ、見えた。まだいるね、そこに。ん？ここだな。さあ、追っかけるぞ。というわけで、最後のキラじゃない、サバイバー発見ということでね。もしかして全滅いけるか？シャッとね。さあ捕まえるぞ捕まえるぞ、もう近いぞ。オッケー。はい、というわけで釣りましょう。あっちしかない。あ、これだよね。さあ問題はね、これがねもがいた時に逃げちゃったら困るんですよね。あーほら逃げれるよ。俺こういう時にさついてないんだってば。こういうことあります？本当に早くない？早くないってか俺毎回ねこう全滅させようってなるとね逃げられちゃうんですよね一回は。さあでももう板は本当にないから逃げづらいはずだぞ。キラじゃないサバイバーさん。オッケー。いやもう本当にねついてないにも程があるでしょっていう。あれどこにある、どこにある、あっちまで行かなきゃない。さあ
あと一人のあの、這いずり状態の人が、あとは、ハッチを発見したいことを祈るしかない。今もう見えるはずですもんね、ハッチね。だからだいぶ動いてたな、あの人。あ、速攻しながらこれハッチあんのかもしんない。いるか？いるか？この辺。いた。あ、ハッチ見つけてなかった。申し訳ない。倒します。というわけで、フレディの強さが改めてよくわかりました。これ、パークムソレターもほんと強いぞ。はい。よいしょーっと。これやる作業があるので、多分、ゲートだけになっちゃったら、すごい辛いと思うんですけど、途中途中だったら本当にね、だいぶ楽なキラーさんと思いましたね。いや、これ、使われてても本当に辛かったけど、自分で使うと強いわ。はい、というわけで途中までは2人ぐらいしか倒せないかなと、ちょっと弱気になってやったフレディですが、なんと最後まで倒すことができました。いやー、これは、ちょっと驚かさんにもちょうどいいキラーだと思いますし、今後使っていくと思います。はい。ではですね、今回の動画はここで以上とさせていただきます。では皆さん、ご視聴最後までありがとうございました。またこのゲームも頑張っていきますので、他のゲームと合わせて応援よろしくお願いいたします。では、次の動画をお楽しみに。バイバイ。